午前10時、カープの新井監督や選手会長の堂林選手をはじめとした選手たちが広島護国神社を訪れ、今シーズンの必勝を祈願しました。昨シーズンは5年ぶりに A クラス入りを果たしたものの、2位に終わったカープ。2年目となる新井監督のもと、6年ぶりのリーグ優勝、そして40年ぶりの日本一に向けて、いよいよペナントレースが幕を開けます。いよいよ始まるなと、そういった気持ちですね。たくさん若い選手もいますので、雰囲気もいいですし、明るくカープらしいいい方向に向かっていると思います。もう優勝、日本一を勝ち取れるようにしっかり1年間戦っていきたいと思います。